コディ・アンドリュー・アンダーソンは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、プラマス軍クインシー出身のプロ野球選手、ウトを右ミギ現在は FA。フェザー・リバー短期大学時代は、外野主権リリーフ投手としてプレーしていた。2010年の MLB ドラフト17巡目で、タンパベイレーズから指名されたが、この時は入団しなかった。2011年の MLB ドラフト14巡目で、 クリーブランド・インディアンスから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9、マホーニングバレースクラッパーズで、プロデビュー。3試合に登板して、防御率1.803奪三振の成績を、残した。2012年は、A 級、レイクカウンティ・キャプテンズでプレーし、24試合に、登板して4勝7敗、防御率3.2072奪三振の成績を、残した。 二千十三年は A 級カロライナマドキャッツと AA 級アクロンエアロズでプレーし、二球団合計で二十六試合に先発登板して九勝四敗、防御率二点六五百二十二奪三振の成績を残した。二千十四年は AA 級アクロンラバーダックスでプレーし、二十五試合に先発登板して四勝十一敗、防御率五点四四八十一奪三振の 成績を残した。オフの11月20日に40人枠入りした。2015年は A 級アクロンで開幕を迎え、トリプル A 級コロンバスクリッパーズを経て6月21日にメジャー初昇格を果たした。同日のレーズ戦にて先発でメジャーデビュー。9月には5勝0敗、防御率1.38の高成績でピッチャーオブザマンスを受賞した。 この年メジャーでは15試合に先発登板して7勝3敗、防御率3.0544奪三振の成績を残した。2016年は開幕から先発ローテーション入りするも結果を残せず、トリプル A 級コロンバスへの降格が6度もあった。この年は19試合に登板して2勝5敗、防御率6.6854奪三振の成績を残した。オフには、 右ヒーち関節教視化手術を受けた。2020年2月17日にマイナー契約でシアトルマリナーズへ移籍した。シーズン前に放出された。速球とチェンジアップ、カッターを主体に投げる。速球はフォーシームで握っても沈む軌道になる癖玉で打球がゴロになりやすい。ありがとうございます。